Which one you want to call me, and we're back again with some Naruto Ultimate Ninja Storm 3. I've come decked out. I got this leaf headband. I got this rogue leaf headband. I could put on a robe, but I'm not gonna. That's a little too much. All right, let's get this started. Continue from where we left off in the fourth great ninja war. Oh, yes, Naruto's learned about the war. Chakra. 存在に扱いよ。お前の中にずっといて、お前をずっと見てきたが、ナルト。お前はいつも甘い。珍しいじゃないか、キュービー。お前の方から話しかけてくるなんてよ。いよいよ寂しくて話し相手が欲しくなったのは分かったけど、今は忙しいんだ。後にしてくれ。 お前は戦争を本当に一人で片付けられると思っているのか。そりゃ無理ってもんだ。お前がいくら張り切ろうとも。そういう話は戦争の後だ。じゃあな。仲間が殺されればそれに伴う憎しみが生まれる。そうなる前に相手を全て倒すつもりか。どの道相手を倒せば敵からの憎しみを受ける。 それを全て受け止められると本気で思っているのか。お前もいずれペイン・ナガトのように憎しみにとらわれるぞ。この戦争がお前をそこに近づける。いつまでも俺を舐めてんじゃねえぞ。お前は分かっていない。甘いのだ。もう戦争は始まっている。 武将者も多く出ているはずだ。その分憎しみもな。そもそもだ。お前のそばにいた佐助はずっと憎しみに囚われていた。だがその佐助もお前がどうにかできたことがあったのか。よく思い出してみろ。幼い頃からお前は佐助の憎しみを感じていたはずだ。同じ犯にいたとしても長い時を同じくしても、お前は佐助の憎しみを消すことができなかった。それどころか逆に奴の憎しみは大きくなった。つまりお前は誰であろうと憎しみを消してやることも受け止めることもできやしない。で、話は終わりか。なんだと。だからって俺がおじけついて何もしねえとでも。そうなりゃお前の思うツボだもんな、キュービー。おい。お前こそ甘いんだよ。なんでお前はサスケ一人救えてもいないのに。 そんな強気でいられる。自分が決めたことに疑問持ったら終わりだ。サスケは何とかしてみせるし、戦争だって何とかしてみせる。こいつ。<笑>あのチンチクリンが随分と盾つくようになったじゃねえか。なあキュービー、俺はないつかおめえの中の憎しみもどうにかしてやりてえと思ってる。うん？ 俺を散々苦しめたお前だけど、憎しみに振り回されんのがいい気しねえのは俺も知ってっから。お前はバカか。わしはキュービだぞ。チンチクリンにどうこうされるほど落ちぶれちゃいねえし、わしは憎しみの塊だ。ならOK だ。俺はチンチクリンじゃねえし、そっちの方がやりがいがある。じゃあな。 待ってろよ。どうした？何でもねえ、こっちの話だ。ん？
ビーノちゃん、このまま戦場まで突っ走るぜ。Hold up. Hey, what's up? Hi. How's it going? How are you guys doing?Cry, cry. I feel like that's a reference that I'm not getting. どうして何かがこっちにこの大バカどもが、ばあちゃん。 Oh, I have no idea what that says. お前らを止めに来た。これ以上先へは行かせん。 One moment, I gotta plug in my laptop.キュービのチャクラをコントロールした姿か。やってのけたな、ナルト。ブラザー、ナルトを行かせてやってくれ。お願い。こいつのことは俺が保証する。大概。何を言っている。お前たちを守る戦いだぞ。お前らが捕まれば。この世界が終わるんだろ。イルカ先生から聞いた。ならなぜ行こうとする。大バカかお前らは。そのせいで。みんながやられんのは我慢ならねえ。みんなが死んで戦争に勝って俺だけ生き残ったって、そんなの意味ねえ。俺は嫌だ。世界が終わるよりマシだ。みんなそう思い、お前を守るため犠牲覚悟で戦っている。そのことを知って自分だけ傷つきもしねえでじっとしていられることを人間できちゃいねえんだよ。死の子の言うな。お前は行かせん。綱手のばあちゃんなら分かってくれるだろ。俺がこの戦争を止めてみせる。行かせてくれ。今は忍び連合の参謀として動いている。お前を止めるのは連合の意志だ。おかげといえど私一人が別行動を取るわけにはいかん。分かった。ばあちゃんの立場上そりゃ仕方ねえよな。なら無理やり行く。大影のおっちゃん、早えな。忍びでわしより早い奴はおらん。四代目火影がいなくなってからな。父ちゃん、知ってるのか。手合わせは幾度としたものだ。あれに勝る忍びはいないとまで思わされる男だった。聞けばあやつは木ノ葉の三人、ジライアに予言の子、救世主だと言われたそうだな。だが救世主ならなぜ今この危機的状況でいない。奴は九尾事件で失敗したからだ。 That's not very kind of him to say. 息子として何も学んでいない。不確定な可能性で物事を語るバカほど。そうなんだよ。父ちゃんを知ってるって語るな。元気な産声と一緒にあなたが生まれた。ミナトはその時、俺も今日から父親だって泣いたのよ。それからね。そして里からマダラとキュービを遠ざけたの。力のすべてを使って。強すぎるキュービのチャクラを半分己に封印して、世界の変革、それに伴って起きる災いのこと、マダラのこと、それを止めるのはこの子だと。父ちゃんは全てをナルト、あなたに託して死んだの。あなたを信じきって。四代目火影は失敗なんかしてねえ。もしどうしても行くというなら、この場でお前を始末してでも止める。な、おい、大影。そうすれば九尾復活まで一時の間時間が稼げる。敵も計画を先送りせざるを得なくなる。命が惜しくないようだな。あっ、いい、お前
そういうことなら八尾の俺が死んでも同じ。そうすりゃ敵の計画とやらも台無し。ナルトが行けるよう俺の命を通し。 B のおっちゃん、お前たち人中力は己であって己でない存在だ。国のパワーバランスであり里の力であり、国と里にとって特別な存在だ。お前ら個人の好き勝手にはいかん。立場を理解しろ、大バカどもが。まあそうかもしんねえが、俺は個人としてどうしても捨てきれねえもん持ってる。心意気、それをなくしたらただの兵器。つべこべ言うな。お前たちはわしの言うことを聞いていればいい。完全に頭に血が昇ってやがるな。今はまともに話を聞いてくれねえぞ。ブラザーを抑える、ハッツァ、力を貸してくれ。派手にやりすぎるなよ。お前らの兄弟喧嘩は規模が半端ねえんだからな。青いよ、おっちゃん。大人の俺様、少年馬、少年ナルトは手を出すな。 B、 貴様このわしに手を挙げるつもりか。俺もナルトも負けやしねえ、自信。それが分かってる、俺たち自身。いくらへりくつをこねようとお前たちを自由にはさせん。わしの力を持ってここで止める。力があっても止められねえ意志がある。それを見せるぜ、俺様が。うぃー。 One moment.開始。いくらブラザーでもテラヨンはやらせねえ。テラヨン、なぜそこまでキュービに肩入れするのか。テラヨン、Stop getting them。 俺の中にはいろんな思いたくさんけど、一番重い思いはブラザーから送られたもの。お前は俺にとって特別な存在だ。俺たちは最強タッグだ。あの言葉は宝物だが、強くいられる。いつの間にこれほどの力。ブラザーは俺の実力を見誤り、最後はごめんと謝り。Time for quick time events. こいつで決めろぜ、ブラザー。よかろう。とするラリアットになってない。とっくに理想を超えてるぜ、ブラザー。俺の中に大切なものがある限り絶対に死なない。それがブラザーとのちぎり。S rank? Yeah, that's right. S rank.Sasori. B. お前いつの間にここまで。俺もナルトも人中力だけが力じゃねえからだ。
もっと強い力になる元が入ってるこの体。八尾をもらう前にブラザーからもらった。俺個人として捨てられねえ言葉。それさえあれば強くいられると信じられることのほか。八尾をもらう前の。そうか。あの時真実の滝の前で言ったあの言葉か。やっと気づいたか、バカ野郎、この野郎。お前はあれだけ、たったあれだけの言葉で強くいられるというのか。里や国にとっての俺だけじゃねえ、ブラザーにとっての俺だ。だがブラザーは俺を守ろうとするあまりの気遣い。俺の力を信じなくなっていった。毎回人中力になればいろんなもんなくして心ガリガリ。でもだからこそなくしたくないもんが光って見えてくる。心ピカピカ。美獣だけが力の元じゃねえ。 OK？ 美獣が入る前に入ったもんが光り出したら太陽くらいでかかったと気づく。大事。それこそが力の元だと気づく大筋。だからこそ俺は八尾を唯一コントロールできたと確信。ナルトの中にもその太陽がある。確信。しかもそれが二つもあるのが確信。二つ。そうだな、確かに太陽みたいなもんかもしんねえ。渦巻きナルト、お前のその二つの太陽とは何だ。父ちゃんと母ちゃんだ。じゃあ父と母、波風湊と渦巻きクシナか。しかしお前が生まれてすぐに二人は死んだはずだ。この九尾の力を手に入れるとき、父ちゃんはちゃんと母ちゃんに会わせてくれた。九尾の封印を開くと母ちゃんが俺に会いに来るようチャクラを仕込んどいてくれたんだってばよ。俺のために。ミナトね、ただでは死なんと思っていたが、やはり自分の息子のためにそんなことを。そしてこの力をくれた時、母ちゃんが教えてくれたんだ。16年前、父ちゃんには確信したことが2つあるって。確信したことだと。一つは面をした男が事件の黒幕で、この先必ず災いをもたらすって言ってた。そんで二つ目は、それを止めんのが人中力としてキュービの力をコントロールした俺なんだって。ミナトはお前に全てを託したということか。己が救世主ではなかったと。父ちゃんが自分のことを救世主と思ってたかどうかは分かんねえけど、俺の師匠は父ちゃんを予言の子、救世主だと言った。さっき言ったことを覚えているか。その救世主ミナトは死んだ。これを失敗でなかったとお前は言うのか。確かに父ちゃんは死んだ。母ちゃんと一緒にその敵とキュービから木の葉の里を守り抜いて、俺を守り抜いて。ほんの一瞬だったけど、その時に二人が俺にくれた、すっげえいっぱいのもんがやりきれるんだって俺を信じさせてくれる。救世主も俺に託したんだ。やはりナルトを生かせる方が忍びの世を守ることになるようだな。港がそう信じたように私もナルトにかける。俺もだぜ、バカ野郎、この野郎。大影、お前の判断は。ブラザー。相変わらずの機関棒だ。今度は私も。待ってくれ。ここは俺一人でやる。雷影のおっちゃんがやろうとしてること俺にはわかる。ナルト。行くぞナルト。Need to heal a little bit, so I'll just give myself a little attack boost. Yeah, alright, there we go. Start battle!
finish your opponent with ninjutsu. S rank. Max 状態で行く。この一撃で K だ。それでは。いろいろ助かれてるもんがあった。失敗はしねえ。雷影のおっちゃんの言う通り、失敗したら救世主じゃなくなっちまう。だから失敗はしねえ。父ちゃんがそうしたように、救世主の父ちゃんから学んだように、わしなりに試してみたくてな。全力でやらせてもらった。このわしの最速パンチをかわしたのは波風港に続きお前で二人目だ。どうやら救世主は生きているようだ。お前の中で行ってこい。Let's go! Woo!Yeah! ライカゲ。戻るぞ。英雄か。ん？なぜあいつが木の葉において英雄と呼ばれるのか。その理由が少しだけ分かった。そうか。多くの者が散った。多くの灯火が消えた。痛みは世に広がる。黒き意志が天を染める。今だけはただそこに眠り、忍びたちよ休息せよ。日はまた昇る。闇を照らすため、次に火を見るとき、かの者は駆けつけるだろう。太陽の少年は地を走った。Yeah. That was a quick chapter. That was straight up just 20 minutes. Alright. Yeah, I'll save. It's two more chapters, boys. And females, you know, I'm not about to discriminate. No discrimination here, you know.
accepting for that, you know? Stay lit, fam. ご苦労様でした。ライカゲ様、ホカゲ様。ナルトとビーは戦場に向かわせた。思い切った決断をしましたね、ライカゲ様。近く、あの二人に戦況を教えてやれ。了解です。ギノイジ。ああ、こっちはもう準備できてる。なるほど、それにビードに俺の声が聞こえるか。この声、資格のおっちゃんか。ああ、イノイチの術を使って二人の頭の中に直接話しかけてる。今から各戦場の状況を伝える。よく聞いてくれ。あんたどこまで暁のことを知ってた。お前よりは知っていたつもりだが。結局俺もあんたも人に利用された忍びだ。お互い持っているこの強すぎる道術のおかげでな。今回いずれ俺たちも誰かと戦う羽目になる。お互いやりづらい相手でなければいいがな。なるほど、江戸天聖の忍びに白い化け物が相手か。じゃあまだいろんな戦場でみんなが戦ってんだな。そうだ。だったら俺も加勢するってばよ。こっから全ての戦場へ一斉に向かう。多重影分身の術。第9章、影の戦い。Gotta be crazy. 悪意を感じるのは。あっちか、急ぐぜ、ビーノッチャ。せっかちナルトのおかげで、俺様ケツカッチン。いや。Why they got all these save points right after auto saves? Come on, dog. Really just doing that. まさかな。近いのか。もう懐かしく感じる。さあ、マンボイ。お前たちは、うちがイタチに、長と。まさかお前と戦わされることになるとはな。ナルト、久しぶりに会ったことになるんだろうが、死んでたんですぐな気もするな。少し変わったか。まあ、これが。これってば、キュービのチャクラをコントロールしたチャクラモードってやつだってばよ。キュービの力をコントロールしただと。まさかここまで成長するとはな。俺の弟でしたからな。思った通りだ。なら憎しみは克服できたってことだな、ナルト。おい、兄弟子のあんたが教えてくれた痛み、B のおっちゃんとの真実の滝での修行や、父ちゃんや母ちゃん、とにかくみんなのおかげでここまで来られた。ナルト、お前に聞きたいことがある。そういや、俺もあんたに聞きたいことがあったんだ。話はそれくらいでいいでしょう。君たち二人の力があれば、ナルトは手に入ったも同然。さあ、そろそろ始めてもらおうか。They better lose. まだ喋ってんのに。後ろで操ってる奴の言いなり。タイミングなんて関係ない。OK? いや。We got this! Easy. Easy dub. 戦闘開始! Wait. What?
I gotta use substitution 6 times. Here, hit me. Yes, build up my substitution. Do it. Bet you won't. S rank, yeah. サスケを守るため自分を悪党に見せかけ死んだ。あんたの苦しみも覚悟もサスケは理解しているはずだ。でもサスケはあんたの意志を受け継ぐどころか木の葉を潰す気でいる。それは大好きだった兄貴を苦しめた里への弔い合戦のつもりなんだ。そのことを里の皆は知っているのか。カカシ先生とヤマト隊長は一緒にいたから。でもマダラの言ったことは確証もねえからカカシ先生に口止めされてる。他のみんなは知らねえと思う。ならこのことは里の皆には決して言うな。名誉ある内派一族に変わりはないのだからな。それとサスケはお前に任せる。花からそのつもりだ。やはりお前に託して正解だった。さて、どうなる。道術でナルトに何かしたのか。なんで俺の口からカラスが出てくんだよ。そういや、あの時。 Wait a minute。 先ほどお前はサスケを兄弟のようだと言ったな。ならばもしそのサスケが木の葉を裏切り里を襲ってきたらどうする。お前にその力を渡しておく。なんだ、どういうことだ。あのカラス、お前のだな。何をしたんだ。うまくいった。うまく。ああ、そういうことか。
何がどうなったんだよ。安心しろ、もう俺は操られてはいない。敵の術の上に新たな現実をかけた。よって江戸天聖の術は打ち消された。木の葉の里を守れという現実だ。え、そのカラスは俺の万華鏡シャリンガンに呼応して出てくるように細工しておいたものだ。もしもの時のためにな。どういうことだ。本当の力、永遠の万華鏡を手に入れるためにサスケは俺の目を移植すると踏んでいた。そうなった時、移植した俺の目に呼応してお前からカラスが現れ、サスケに現実をかける、そういう手はずだった。そういう手はずって、でもなんでそのカラスを俺なんかに。お前はサスケを兄弟だと言った。だからこそサスケを止められるのはお前だけだと思った。少なくともお前なんかよりあいつのことを兄弟だと思ってるからだ。あの言葉だけで十分だった。俺以外にサスケを信じてくれる者がいる。お前の瞳に嘘はなかった。お前は信じるに足る人物だと分かった。安心して弟を任せられると強く感じた。だからナルト、お前に託した。イタチ、俺を信頼してくれてありがとう。でももう心配ばかりしなくていい。あんたは里のために十分すぎることやったじゃねえか。あとは俺に任せてくれ。弟はお前のような友を持てて幸せだ。イタチは使い物にならなくなった。だがこちらには君がいる。見せてもらおうか。陸道仙人の力、伝説の輪廻眼の力を。で、これからあんたは。俺様の。すまない、体が勝手に。あれって全盛期に戻ったか、ナルト。今の俺を放っては危険だ。早く俺を倒せ。分かってるってばよ。イタチ。Be okay。ああ。俺もやる。Hold up。行くぞナルト。I straight up don't remember. I need a heal. Gotta be a healthy boy. Healthy boy. Sento Kaishi. Naruto.遠慮はするな。思い切り攻めてこい。わかってる。こっちだ。体が使って、夏も避けろ。いいぞ、損傷した。まどい。背中だって。What was the battle conditions? Health above 60%, okay. S rank, baby. Irresponsible. Sounds about right.
すまないな、イタチ。戸塚の剣だ。すぐに封印する。何か言い残すことはあるか？ナルト、俺は師匠のところへ戻ってお前の物語を見ておくとするよ。お前なら最高傑作の物語を作ることができる。なんといってもお前は俺の弟弟子なんだからな。平和への道、最後まで進んでくれよ、ナルト。じゃあな。大丈夫か、ナルト。おっちゃんこそ。丈夫が常識、この俺は。このエドテンとかいう術、気に食わねえ。戦いたくねえ人と戦わされる。早く終わらせねえと。こんな戦争、俺の手ですぐに終わらせてやる。俺の手でか。ああ、さっき言ったはずだ。任せてくれって。この戦争は全部俺一人でやる。一人で無理をしようとするな。いや、全部俺が引き受ける。それが俺の役目なんだ。お前は確かに前とは違い強くなった。力を得た。だがそのせいで大事なことを見失いかけてもいるようだ。いいか、よく覚えておけ。お前を嫌っていた里の皆がお前を慕い始め、仲間だと思ってくれるようになったのは、お前が他人の存在を意識し認められたいと願い、一途に頑張ったからだ。お前はみんなのおかげでここまで来られたと言ったな。力をつけた今、他人の存在を忘れ、おごり、子に執着すれば、いずれマダラのようになっていくぞ。どんなに強くなろうとも、すべてを一人で背負おうとするな。そうすれば必ず失敗する。お前の父ミナトが火影としてあったのは、母クシナや仲間の存在があったからこそだ。お前の夢は確か父と同じだったな。なら覚えておけ。火影になった者が皆から認められるんじゃない、皆から認められた者が火影になるんだ。仲間を忘れるな、ナルト。俺はイルカってのと約束してんだ。大体お前を守るってな。一人じゃ行かせねえぞ。そもそも確かに俺が何とかしなきゃダメなんだって思い込みすぎてたかもしんねえ。今のお前ならばサスケを止められる。弟を頼んだぞ、渦巻きナルト。ちょっと待ってくれ。今のあんたも直接サスケに会える。今度こそ。いや、俺は一人で何でもしようとし失敗した。今度はそれこそ仲間に任せるさ。どこへ行く？俺にはやるべきことがある。お前たちとはここで別れる。イタチ。キラビ、ナルトを頼む。アウイヤ。俺たちも行こうぜ、ビーのおっちゃん。なんだここは。ああ、てめえは二代目土影？それに雷影も嫌がんのか。なんでこんなに敵同士が揃ってって。いや、こいつは知らないが、俺は四代目風影。四代目だ。俺が知ってるのはもっと前の代だぞ。わしはお前を知っておる。確かジトンを使い砂金を生み出せる唯一の男。俺もあんたたちのことを伝え聞いている。武勇伝もその特徴もな。風、土、火の3つの性質を一度に使うことのできる The Avatar? の2代目土影。Man's Aang。 水遁、そして広範囲幻術を得意とするホオズキ一族。二代目水影、そして強靭な体、
最強の矛と盾を持つ三代目雷影、いずれも歴史にその名を刻んだ強大な力を持つ偉大な忍びだ。二代目、三代目、そして四代目までも揃うとは、一体何が起こってんだ。これは二代目火影の卑劣な術だ。死者を黄泉から呼んで縛る。お前らをここへ無理やり口寄せさせられた。くそ、だからこうなるってのか。くだらねえ術使いやがって。レダ、さっきから二代目火影を探しているが、どこにも感じない。感じるのはここより少し先。この新顔と同じチャクラか。それも大群と共に。俺と同じチャクラか。ならそこにいるのは。この戦場、わしも戦うことにした。重い腰を上げなくても良いものを。ふん、上げさせたのはどいつじゃ。あんたたちはいつ己を捨てた。いつぞや捨てた己をここで拾う。そろそろだ。じゃな。向こうの準備はできているようだな。田里の者ならともかく、地里の忍びと戦わされるのは忍びね。そう悲観することはない。里の子たちは成長し、先代のわしらを超えてくれるはずだ。ならいいがな。お久しぶりです、ムー様。随分と長生きしたな、大野木。陣頭のおかげか。ガーラ、お前がいることは予想していた。だが、まさかこの大軍を率いる器になっているとは。四角の力を使い、奴らを従えさせたのか。そいつはもういない。俺はもう父様の作った陣中力ではない。何？あなたに六度殺されかけ、その度にあなたを恐れ恨んできた。だが今はもうあなたを恨んではいない。あなたがやろうとしたことも理解できる。俺も風影となった今、里を守るために里への脅威を排除するのも長の役目だ。うん、風影になった。お前がバカだ。俺の知っているお前にそのような価値はなかったはず。それだけではない。忍び連合軍戦闘大連隊連隊長じゃぜ。やはりそうか。格差とのあらゆるチャクラ系が感じられておかしいとは思った。忍び同士連合を組んでいるとはな。ガーラ、お前は資格を入れる器としてこの世に生まれ落ちた。だが暴走を繰り返し、誰からも信を得ることができず、ただ闇を歩くだけの、俺にとって大した価値のない存在だったはず。この江戸転生の術、少しは価値のある術だったかもな。もう一度お前の価値を俺自身で確かめてやる。いずれも影を名乗った強者たちじゃぜ。分散させ、かっこ撃破を狙うしかない。I feel like I'm about to have a choice. 陣頭を止められるのはわししかおらん。俺は父様を止める。その間、他の影は連合の忍びたちに止めてもらう。そしてどちらかが手すきになったら、他の影の元に急行し、相手を殲滅する。それでええじゃろ。まあ、とはいえ何よりもまずは目先の相手でドジを踏まんようにせねばならんがな。 Beat that mummy. 始めるぞ。Here we go. Take this, second Tsuchikage.How's gated 60% or more? I. 人数に人数は関係ない。大野木、お前は俺を止めろ。わかっております。よっ。
Yeah, getting him. これが忍び連合の力です、ムー様。ムー Dude's name is Moo. S rank! What? That's right. Your boy's about to fight the Kazekage. The fourth Kazekage. To be specific.To be the ocean. 戦闘開始。さあ、これを超えてみせろ。これよ。俺を信じる者たち。楽なに俺を信じる者たち。俺の守るべき者たち。彼らがいるから、俺は負けるわ。So what's the battle conditions? Health is 60%. All right. 成長したな。Ultimate 2-2. Bro, I'm just trying to get that ultimate 2-2 finish. Come on. There we go. That was really good timing that his thingy wore off. シンヤリ、俺は S rank again. Y'all already know.二代目土影様を封印します。大の木、用心しろ。俺はよし、あとは風影、お前の方じゃぜ。すまなかったな。俺はお前のことを価値のないものと勝手に決めつけていた。お前は価値のない人間ではない。それがこの戦いでよく分かった。お前の背には何千何万の信じる心が見える。
よくやったガーラ。今のお前は価値のない忍びではない。お前は立派な風影だ。父様。俺などとっくに超えていた。お前ならば砂隠れを任せられる。佐藤、頼んだぞガーラ。封印完了しました。風影様？なんでもない。行くぞ。戦いはまだ終わっていない。悪意を感じるのはこのまままっすぐ先か。待ってろよみんな。About to be a big reveal. 第二小隊は下がれ。第四小隊は雷影の足止めをしろ。さすがに元五影じゃぜ。こうも被害が大きくなるとはな。いや、勝つ気は全くねえんだけどよ。俺やっぱ強すぎちゃうのかな。水影の強さも想像以上だが、あの雷影の打たれ強さは何だ。このわしに中途半端な術は効かん。破壊力のある風遁系で攻め立てろ。そうは言ってもじゃぜ、あの体にダメージを与えられるほどの風遁使い、この連合の中にはウィンスタイル・ラッシュ・シュリケン。俺だナルト。九尾の人中力か。なぜお前がここに。説明は後だ。今はあいつらを抑えねえと。ああ、なんだあの頭の悪そうなやつは。誰でもいい。わしらを止められるものなら歓迎だ。待ってろ、すぐに止めてやっからな。えい、行くぞ風影。Gotta be at full health. Finish opponent with ninjutsu, alright. これはバトルが楽しくなりそうだ。Oh!
kind of frustrating when you can't avoid attacks and you don't have any substitution jutsu. Whatever, that was stupid. Sento Kaishi! Get him. S ring, yeah. Kakuzu and Hidan. Alright. Alright, let's go, Mr. Jinchuriki boy. Beat that Raikage. Sento Kaishi! Battle conditions. Finish with ninjutsu. S rank again. Ooh, getting them.
九尾のチャクラが切れちまったか。これで全ての影を封じることができたな。この戦場、忍び連合軍の勝利じゃぜ。甘いな、大野木。俺の弟子たる者が俺の分裂を見過ごすとは。分身とは違い、己の体を半分に分けさせる分裂。あの戦闘の最中によくできましたね。さすがです。ですがあなたの役目はこれで終わり。あとは僕がやります。あなたの体は借りますけど。さあ、ここから巻き返しましょうか。口寄せの術。やっとか。まだだ。長門のガキをうまく成長させたようだ。はじめましてですか、あなたとは。お前は。僕は薬師カブト、彼の協力者、つまりあなたの味方です。今はこの二代目土影の体を借りてあなたと会話しています。どういうことだ。何が起こっている。今は戦争になっていました。そこであなたの力を借りたく、江戸転生でこの世に戻ってきてもらいました。江戸転生だと。輪廻転生の術ではないのか。なるほど、それがお前がここにいる理由か。おい、ちゃんと雷影のおっさんにも認めてもらったんだぜ。まったく、木の葉の人中力は無茶をしおる。で、今のお前は分身だな。本物はどうした。本物はこの先の。なんだあいつは。二代目土影。奴は土影が倒したはずだ。まさか、あの戦いで分裂をすでに。なんだ、もう一人いるってばよ。ん？こいつは誰だ。来たな、ウチハマダラ。こいつがウチハマダラ。どういうことだ。何がだ。よく見ろ、奴の目。あれは江戸転生だ。死んだ者をこの世に転生するのが江戸転生の術なら、奴は死んでたってことになる。だが本部からの連絡でマダラは別に行動しているという情報があった。じゃあ目の前のあいつが本物のマダラで、今までマダラだと思ってたのは別のやつだったってことになるな。額当ては忍びか。忍び装束は五大国それぞれだが、連合の新しい軍隊か。さっきも言いましたが、今は戦争中です。彼の企みを止めようと各里が手を組んでいるんですよ。あいつのすることだ。何か考えがあってのことなんだろうが、あまり計画通りにことが運んでないようだな。俺をこんな形で復活させるとは。こんな形でとは言いますが、あなたの江戸転生は特別性ですよ。全盛期以上に仕上げてきました。全盛期だと。お前、俺の全盛期を知っているのか。いえ、だからここで見せてください、内川伝説の力。よかろう。来るぞ。かつて奴とは戦ったことがある。奴の相手はわしが適任じゃぜ。いや、そうはいかない。これは忍びの世をかけた戦いだ。俺もやる。もちろん俺もだ。は、本来ならお前らのおせっかいは断るところだが、今回は相手が相手、特別に認めてやる。風影、ナルト、
わしらで奴を止めるぞ。ああ、貴様、両天秤の小僧か。昔一度力の差を教えてやったはずだが、あの頃と今とわしの力が同じだと思ったら大間違いじゃぜ。Time you fight Madara Uchiha! Madara! Sento Kaishi! More 一度完膚なき敗北を貴様に教えてやる。仕掛けを舐めるくないわ。でも、私の割に随分と粘るんだ。そこじゃ。お前と違い、私には守るべきものがあるんじゃぜ。よっ。I probably should have read that. Oh well. S rank again! Oh! Just too good at this. このまま奴を抑えるぞ。俺を抑えるか。それは無理な話だ。え？なんで？なんであいつがリンネガンになんだってばよ。さあ、これはどうする。Oh, man. Creeper. Oh, man. Mada akirame no kotoba o kuchi ni suru na. Nani mo sen uchi ni onore o suteru na. Sukoshi demo yareru koto o yaru nja ze. Yasukureza!仕掛けのじいちゃん、何しようってんだ。あの隕石を軽くして止める気だ。どう？ドトン超軽銃ガンの術。おお。もう少し、もう少しで止められる。うわ。やったのか。すげえ、すげえってばよ、土影のじいちゃん。両天秤の小僧め、少しはやるようになったな。さて、二個目はどうする。大の字面の男はなぜ己をわざわざマダラと名乗ったのでしょうか。マダラという存在がこの世に生きているのではないか。欺瞞に満ちた存在でもそう思わせておけば世界は恐怖する。その名が力なんだ。その名は注意を引きつけ
みんなを戦争に巻き込むだけの無視できないハッタリになった。私らはもう釣られちまってんのさ。何があった？第四部隊の戦場に空を覆うほどの大岩が落とされたという情報あり。この揺れはその影響だ。なんということだ、一度にこれだけの人数。間違いない、マダラの術か何かだ。綱手様、このままでは。私が行く。マブイトが言ったな、転送の術を用意しろ。無理です。転送の術は物を送るための術ですよ。琥珀の城兵の時とは違います。人の身では早すぎる転送について行けず死亡するだけです。あれに耐えることのできた人間は三代目雷影様だけ。三代目の血を引く四代目雷影様ならともかく、火影様は無理です。少し考えがあります。幻魔の正体をここへ呼び、飛来神の術を使って移動する手です。それはあいつを移動させるために使え。ちょうど幻魔たちと行動を共にしているはずだ。しかしそれでは。心配するな、私はこれを使う。そういうことですか。そういうことですかって、雷影様、火影様に考え直すようにと。マブイ、転送の術の準備をしろ。二人分だ。雷影様。状況は最終段階まで来ている。今こそ総大将の出番だ。大丈夫か、ガーラン。だが、土影のじいちゃん。大丈夫だ、まだ生きている。I'm streaming at the moment. I gotta finish the cutscene at least. これが陸道仙人の力。素晴らしい。やはり憶測通り、シャリンガンの行き着く先はリンネガンでしたか。俺がこの目を開眼したのは死の少し前だ。カブトとか言ったな。この体に何をした？だから言ったでしょ、全盛期以上に仕上げておいたと。だからか。さて、ちらほら生き残りがいるようですね。土影と風影はさすがにしぶとい。どうしますか。少し確かめておきたいことがある。グルー、わしを呼ぶこのチャクラ、マダラか。キュービはまだ捕らえていないようだな。そのための戦争ですよ、これ。ほら、ちょうどあそこ、あの人中力の中にキュービが封じられています。ですが注意してください、ああ見えてなかなかやりますから。ではその力見せてもらおうか。モクトン、次回交換。クソ、チャクラももう残り少ねえ。どうすりゃ。ナルト、今回は力を貸してやる。また体を明け渡せって言いてえのか。違う、チャクラだけをお前にやる。マダラはスカン、あいつに操られるぐらいならお前の方がマシだ。キュービ、分かった、お前の力借りるってばよ。中影分身の術。悪い、ナルト。お前の言う通り、なかなかのやつだ。でしょ？キュービからもらったチャクラ、一気に使っちまった。
もう限界だ。ナルト、もういい。あとはわしがやる。土影、もうあんたも。やっと己を拾う場が来た。そのための相手には十分じゃぜ。もう少し術を試したいんだが、もう踊れそうにないな、大野清。わしら忍びはずっと戦いに明け暮れてきた。自国と自里の利益のためだけに戦い続け、他国と他里など顧みず、ただ奪う、奪っては奪われ、奪われては奪い返す。憎しみは膨れ上がり、三度も戦争をした。それが生きていくということだ。その年まで生きて過去の痛みから何も学んでいないとはな。あんたより長く生きてる。学び、一回りした。過去の痛みを知るからこそ、どう先へつなげていくのが最善かを考えることができる。で、また四度目の戦争だ。これが最善ですか？この戦争は違う。かつて戦争で奪い合ってきたものとは別のものを皆が手に入れるための戦いじゃぜ。こいつらを、忍び連合を見て、時はただ刻むだけではないと分かった。世界は過去を重ねてゆっくりとだが成長しておる。平和に向けての。世界はこれ以上成長する必要などない。無限の月闇の中で眠っていればいい。眠るのはあんたじゃぜ。己のために、未来のために、お前はここで倒す。そうか、まだ踊れるというわけだな。Gnarly. 機関棒に。スマダのばあちゃん。大丈夫か？ああ、もう傷は回復させた。到着しました。まさかあなたたちが飛来神の術を使えるとは思いませんでした。これも四代目火影の教えあってのことです。とは言っても三人がかりでやっとできる代物ですが。助かりました。みんなまだ生きてるってことは遅れずに済んだようね。やっと暴れられる。待ちくたびれたわ。さあ、準備はできた。やはり長生きはしてみるもんじゃぜ。まさか五影揃って共に戦う日が来るとはな。五影か。俺もやるってばよ。その必要はない。なんで？この戦争はもうお前を守るだけのものじゃない。皆で守り合う戦いじゃぜ。なら俺だってここでまだろ。聞け、ナルト。わしはな、今回この戦争、初めはただ暁を倒すため仕方なく手を組み忍び連合に乗った。が、お前たちと共に戦い、前と違う感情をわしは感じとる。今わしは忍び連合の土影としてここにいたいのだ。そして同じように、かつてバラバラだった忍びの里里も連合として一つになり変わろうとしている。ならば憎しみを生んできた忍びの世のシステムだってもしかしたら変われるかもしれん。こっちのマダラはわしらに任せ。必ずケリをつける。それが
これまでの憎しみを止める一歩となる。あっちのマダラはお前に任せる。それがこれからの希望を進める一歩となる。古いやつ、新しいやつ、どっちのマダラにも勝つことが戦争の終わりを意味する。私たちはこの戦場でお前を守る。だからお前も向こうで戦い、私たちを守れ。ナルト、お前に五影からこの言葉を預ける。勝つぞ。Can I save yet? Cut! Kozen ga kuu o kitta. Chi o kette, shounen ga hayate to naru. Tatakai wa kakyou e.混迷の時を抜け、その先にあるものは。Gnarly. Just one chapter left, guys. I'm gonna save whenever it gives me the prompt, and then that's probably gonna be the end of the stream. 人海大戦も佳境に入った。Whenever it lets me. この間な。そろそろ九尾を狩りに向かうとしよう。新たに作り出したこのペイン陸道を使ってな。Homeboy。どうした？どうやらおかげとマダラの戦いが始まったようだ。巨大なチャクラ同士が激突している。ついに始まったか。Come on. この戦いは今回の対戦の勝敗をも左右する。必ず勝利してもらわねば。近く、こちらにも連絡が入ってきたぞ。渦巻ナルトの影分身隊が続々と戦場に到着しているとの報告だ。すでに海岸線の第一第二混合部隊、そして第二別動隊には合流を果たし、敵の殲滅にかかっている。そうか。人海全体が大きく動き始めていますね。ああ、消す町に向けてな。ここまで来れば俺たちにできることはもう少ない。あと現地の仲間を信じるだけだ。頑張ってくれよ、みんな。セーブ。ああ。いくら倒しても次から次に。この戦い、いつまで。安心しろ、さくらちゃん。もう終わる。俺が来たからにはもう大丈夫だ。ナルト、お前なんでここに。決まってんだろ、一緒に戦うためだ。しかしこの戦争はナルト君を守るためのものです。それなのになぜ。俺一人生き残っても意味はねえ。やるならみんなと一緒にとことんやる。そう決めたんだ。ナルト、あんた。この戦場、一気に決めてやる。みんな、行こうぜ。オッス。最終章、平和への道。この体ではこれが限界か。一匹は片付けた。残すはお前だけだ、ウチハマダラ。結局のところお前たちとの戦いは俺にとっては時期に等しい。かつての柱間との死闘に比べれば何も感じることのないただの小さな戦いだ。その小さな戦いが
今のわしらにとって重要じゃぜ。この一戦に勝利すれば忍び連合の勝利は目の前です。俺を前にして勝利などありえん。それは最後までやってみなければわからない。風影の言う通りだ。せめて貴様の思い通りに行くと思うな。図に乗るな。さっきも言ったが、俺は貴様らと遊んでやっているだけだ。シャリンガンとリンネガン、この二つの力を使えば貴様らなど刹那の間に始末することができる。教えてやる。いかに抗おうと振り払うことのできぬ絶望があるということ。ウチハをなめるなよ。なめるなか。ではこちらも教えてやろう。ウチハマダラ、ここにいる私たちとあんたとでは決定的な違いがあるのは知っているか。それは力の差か。違う。それは経験の差か。それも違う。私たちとあんたと決定的に絶対的に異なるさ。それは影のみが背負う幾千幾万の人の意志だ。意志だと？影の域に立ったことのないあんたにはわからないだろうがな。私たちの背には私たちを慕う仲間たちの思いがある。その思いがある限り影は倒れることは許されん。いかに相手が強大であっても、いかに傷つき膝をつこうとも、最後に立っているのは我々でなくてはならんのだ。それが五影として立つ者の務め。それが我々五影の意志だ。ウチハマダラ、私たち五影を舐めるなよ。 Is this a save point? It's better if auto saved, because I'm just going to end it here. I'll see you all in the next one. Bye. Gotta get ready for work.